偵察を防ぐために常にスライドをせよ、うん、クロスプレーの際には決して立ったまま、まあ、塁に入るなとかね、まあ、当たり前のことなんだけどな、うんうん、今ね、コリジョンとかあるから、うん、結構難しくなりますよね、スライディングはね。西武ライオンズ独特のスライディングはね、できなくなったから。やらされましたね。よくやった。ね、あのサウンドバッグ持ってきてな。やったやった。まあ、俺はやらされてたけどさ、今考えたらさ、うん、結構ひどいことですよね。かなりね。うん、潰せみたいな。そうですね。あの時ほら、ドカベンだってな、ガッて動かなかったしな。あの、ナンバーでね、サンデーランナーで、5、6、5だったんですよ。うん、でまあまあいいスタート切ったんですよ。でも、ドカベンに弾き飛ばされたんですよ。スライディングで。もう、かぶされて。うん、で、それで、ありましたよ、ドカベンが、うーって言い出したんですよ。うん、だ僕の膝が、ここに入っちゃったんですよ。で退場したら、うん、あの広川監督がナイスサインって褒められた。監督賞じゃねえ。どかはあんまり動かなかった。動かなかった。だからもうチームとしてはどんどん行けみたいな感じでしたもんね、うんうん、だから普通のサインダメなんだよね。上から行かないとダメなんだよね、うん、ああいうのはね、まあ、今はちょっとそういうことは絶対やっちゃダメですよ。今のは結構ラフプレーがなくなってきたからな、ね。ホーム上はともかく二塁もなんかあるでしょ。そうです。ゲッツー崩し、そうそうそう、ラブのスライディングがだんだんみたいなね、うん、あのきっかけもメジャーですもんね、うん、メジャーの選手が怪我させて、うん、ね、昔の内野手はレガース入れてましたもんね、うん、阪急の人とか。あだってみんなスパイクでゲーゲーみたいな ね、うん、転がって、わざわざ転がったりね。転がった転がった。広川さんなんかそういうこと言うんだよね。なんでそんな甘っちょろいプロ野球になっちゃうんだみたいなね、うん、それも一つの技術だろうっていう、うんうん、でそれをかわすために野手がどうやって投げるのか、うん、まあ、こうお互いこう切磋琢磨があったのに、うん、なんかこうルールでみんななんか甘くなってきたなっていう、うん、野球は格闘技だっていうことを一面がなくなってきてしまったなっていう、うん、投げてたけどね、うんうんうん、でも現役選手としてはありがたいよな。そんなな、怪我しなくていいとか怪我しなくなってくるんだから、うんうん、ランナー三塁の場合にはあらゆる努力を傾けてボールを選び三振を避けよう。三振したら物事が前に進まないんだ、うん、前に飛ばせばなんとかなる、ね、なんとかなるって話だね、うん、まあボールしちゃいけないかもわからないけど、うん、まあ三振するよりは何が何でもバッターに当てて打球を転がせと、うん、そしたらエラーもあるし、うん、なんとかあるから得点がありますよっていうところだね、うん、ヒットエンドランの時はバットに当てることを集中し大振りを避けよう。まあ今のヒットエンドランもまたヒットエンドランも今ちょっと変わってきてますよね。変わってきたから。どういうふうに変わってきてるの、うん、あれね、中心バッターというか、うん、例えばそういうバッターは普通に打ってるんですよ。あ、そうなの、うん、フライ打ってもいいの。うん、別に構わない構わない構わない。中心バッターにはだってエントランだ。いや、それはチームの決め事ですよ。でも、うん、もしそういうカウントになった時に、うん、中心バッターっていうのは、まあ、一番でも中心になる選手がいるわけで、はい、そういう選手に対しては普通に打ってくる、チームそういう野球になってしまう。そうだ。あとはノーアウトの時はもう絶対転がしてくれ、うん、転がしてくれとか、はいはいはい、ワンアウトの時にはもうヒット打ちに行ける、うん、だからライナーになってもしょうがない、うん、っていう風な球団の考え方もある。もうワンアウトの時はヒット狙いでいった、うん、だからエンドラン2つあったから、うん、普通に転がすエンドランと、うん、もう普通に振ってくれってヒット狙いでいく普通のバッティングでやってくれっていうのも2つあったから、うん、エンドランが、まあ、あの見送りはダメなんでしょ、うん、そうそう当然当然、はい、当然、はい、だから今は一概には言えないんですよ、うん、だから足が速いランナーがいる時にエンドランかかった時にですよ、うん、チームでいうとグリーンライトが与えられてる選手は、うんうんうん、ヒットエンドラン出た時にバッターが変化球だったら見逃す、うん、うん、ある、それもあります。まっすぐは打ってるんだけど、うん、変化球って多分打つなっていう決め事も決めとくんです。だって石毛さんがまあ1番だとするじゃないですか、うん、ね、足速いでしょ、盗塁やるじゃないですか、うんうん、ね、で2番バッターとしたらですよ、まっすぐだけ打てるわけですよ、うん、変化球来たらエンドラン出た時打たなくていいんだろう。 それもなんか、いや、それはもうそれは決まってることじゃないですか、うん、だいたいチームとしてバッターなんかは躊躇しないかな。それはもういつも決まってるんですよ。 そう、だからその人さんに限られた特権ですよ、うんうん、だってさ、エンドランっていうのはディスボールになるわけでしょ、うん、ディスボール。だってランナーが完璧なスタート切れるわけじゃないじゃん、うん、ちょっと遅れるときってエンドランが走らないか話じゃん、うんうんうん、で変化球を見送ったところだったら、例えばカットボール、スライダーかどうかわからないけど、速度の差なんてないじゃん、うん、そういうふうにはやってるけど、うん、プル場合もあるかもしれないよ、うんうんうん、あるかもしれないけど、決め事したとしたら、それが続くとですよ、うん、ピッチャーも変化球投げづらいじゃないですか、うんうん、実際昨年、うん、うちは
それで見送って一回もアウトになってないです。ほう、全部成功です。だから野球はね、やっぱりちょっと変わってはってますね。なるほど、はい。甘い変化球だったから、あの打ちにして空振りして、それもなお成功したっていうのがあったけども、なるほど。野球はね、だいぶ、はい、特にあの女子野球もそうやし、シニアとかね、はい、そういう野球はだいぶ変わってきてるよね。そうですね。うん、30年前のこう必勝を引っ張るんだけど、うん、少しこう訂正が必要なんだ。そうそうそう。プロ野球OB クラブで必勝引っ張る方を作ればいいんじゃない？作ればいいよ。プロ野球OBクラブで、うん、アマチュア用とか。要するに小中学生用とか高校生用、高大学生用とか、それ面白いよ。なるほど、うん、やっぱちょっとレベルによって違ってくるから内容が、うん、まあ、あの研究材料にしましょう、はい、はい。ノーアウト一塁もしくは二塁または一二塁の場合、左バッターは打球を引っ張れ、よく言われることなんですね、うんうん、そうですね。そうなんですか、やっぱり、うん、基本的にそうです。当然バッテリー、バッテリー分かってますよね、うん、はい、配球もだから外中心になって、うん、それをこう無理やり引っ張る、うん、それはもう自己犠牲。そうですね、送りバント以外の自己犠牲、うんうん、はい、ただね、追い込まれたら無理なんです。その時はもう結果往来、結果往来を求めたりする、うん、うん、それはしょうがないです。もう追い込まれたらね、引っ張らないわね。僕はね、足が速くてね、うん、もうゲッツの確率が少ないやつは、うん、無理して引っ張らなくてもいいんですよ、うん、別に、うん、と僕は思う、うん、うちのチームもそうやってる、うん、別に、うん、そう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 、逆に言うとゲッツ取りくるから、うん、結構ショートがベースより寄るじゃないですか、うん、で三遊間抜けるんですよ、結構、うん、特にね、ノーアウト1・2塁でそういう時っていうのはベンチからすると2・3塁は一番嬉しいことなんだけども、うん、1・3塁でもチャンスは増えるから、そうですね、それで十分だってことはもうチームでも言ってるし、うちも、うん、それだったら送りバント出してもいいよね。そうですね、進めたいね、そうやったら進めたかったら送りバントですよ、ね、ただバッター、左バッターとして外の球の一塁がカーンって引っ張れるっていうのは技術の向上にはなりますよね、うん、逆に右バッターがほら押っつけるね、あ辻みたいにさ、うん、ああ、うん、でそこは右と左違うじゃないですか、うん、案外引っ張るよりは向こう逆方向打った方が楽は楽だよね、うん、はい、あの三遊間狙い撃ちの練習したりしたいよね、うん、多分左の人みんなしてるよ。そう、もうこんなになってしまう。そう引っ掛けるやつと三遊間狙うやつ、ね、若松さんとか見事に打ってるもんね、うん、昔は。そうだね、うまいよね、やっぱり左手の使い方がうまいよね、うん、ここはすごかったな、やっぱり、うん、野球はだから変わってんだな。だからこれね、30年前以上の、まあ、あれなんだけど、こういったものっていわゆるその技術もあるけど、うん、いわゆるその意識づけとか野球感じゃん。一つアウトだったら一つ前に進めるようなこと、うんうん、でこういうのが今もうどうだ、高校レベルではみんな分かってるようなことがね、野球感的には意識づけとしては、うんうん、やっぱり指導者によりますけど、うん、まあ、こういうのもやっぱり強いチームはもう分かってるんじゃないですか、うんうん、分かってるし、さらに進化してるかもしれない。そう、さらに進化してる。あの俺らが入ったプロ、もうそれこそ三十何年前の話なんだけど、うん、あんまりこういうワンアウトランナー二塁、うん、例えば下位バッター脇役は自己犠牲もいとわずに向こう方って、うん、ツーアウトランナー三塁にランナーを進めなさいという教育はなかったかな、なかったよね、うん、まあこういったいわゆる野球感のアップ、うん、それがまあ近代野球になってきて、まあ、例えば今のエンドランナーもそうなんだけど、なんかこう変わってきたっていうか、うん、まあ、選手個々、うん、監督の野球感、まあ、そういうものがなんか時代の流れをこうすごい感じるなと思って、俺今日はすげえいい勉強になったんだけど、ね、うん、ああそういうもんなのかと思って、